おい、おい、おい、ベタンコート。おい、元オリックス、ユニエスキー・ベタンコート。2014年、オリックス・バファロー在籍を。で、メジャーでもね、結構、実績のある、うん、ユニエスキー・ベタンコート。お前、何してんねん。え、何やってんの、マジで。今年、この流れ多くねん。お前、何やってんのっていう。ね。 今年、一平、お堂は、いろいろね、救ったり、救わなかったりしてきたけど、おお前もか、ベタンコート。いや、このユニエスキーベタンコートって皆さん、ね、結構まあ、2014年のみ在籍、10年前の選手ってことで、 まあまあ知ってる方ね、もしかしたらこの動画の視聴者の中には少ないでもちょっとこっからね、いろいろ説明していきたいと思うんですけど、元オリックスのベタンコート、えっ、ー、と、保険金詐欺で、えー、逮捕されました。えー、自動車事故を予うということで、はい,いや。昨日ね、あの、吉め君に逮捕されましたって動画出したけど、あ、ほんまに逮捕されてる人おるやん。あの、ビーモリルは、あの、逮捕されてないで。はい、吉め君に逮捕されるなら、本望ですけど、<laughs> はい。 <laughs> 僕は逮捕されてないですけどね、はい、もうほんまに逮捕されてどうすんねんお前オリックスなどでブレしたユニエスケベタンコートが保険金詐欺の容疑で、えー、フロリダ州の地元警察に逮捕されましたと、うん、警察によるとベタンコートは自動車事故を装って、えー、6万1000ドル、まあ、日本円で915万円の保険金を不正に取得して、うん、でまあなんか保釈されたみたいな、ね、保釈金払われて、はい、もう完全にねクロスね、はい、お前何やってんのえ あの、ユニエスキーベタンコート。元オリックス2014年に在籍していました。ユニエスキーベタンコート。 元々あの最初入ったのがシアトルマリナーズでね。これあのー、イチロー選手がプレイしていた時期と被ってるんですよね。だから結構その、今やったらね、大谷選手がプレイして、そのチームメイトのベッツとかフリーマンとかみんな知ってるじゃないですか。かその感じで、イチローと同じチームのベタンコートっていう感じで、まあそれでも結構有名やったんですよね。はい、で、ショート守っててね、まあ守備力には結構定評があって、まあそこから結構ね、マークスぶってメジャーで、で、2014年に、オリックスに入団したと。 まあ言うてもね、マリナーズ実績のある選手やから、これは期待できるぞと。背番号は1よ、背番号1。これはかなり期待されてるよ。オリックスの背番号1といえばね、まと、あ、も前つけたのは後藤光貴選手、うんで。その前があ,のあれが、はい、まあ、まあそんな感じで。うん、まあ、背番号1というね、大きな期待を背負って入団して。えー、成績は、えー、18試合出場、えー、打率1割4分1厘、はいえー、ホームラン0本、打点4。 バレラベロよりひどいやん。ホームランゼロよ。スケット外国人でな、うん、バレラベロやって一本ずつホームラン打って、バレラベロよりひどいやん。打率も1割4分1厘。その2014年オリックス・バーローズっていうのは、まあ、2位になったんですよ。ゲーム差なしのホークスと最後まで設定。うん。で、結構オリックスとしてはかなり強かった年なんですけど、まあ、当時のオリックスとしてはね。うん。だからこのベタンコートが、この期待され全然上がったと。うん。だから、このベタンコートさえ、 ちょっとなんか頑張って売ってれば、ちょっとでも売ってればね、だってもうちょい上げてればね、ゲーム差なしやから、オリックス優勝しとったんですよ、この年。うん、だから、ちょっとね、ベタンコートはオリックスファンの中ではかなり嫌な思い出として残ってるんじゃないですか、ベタンコート、ウタンコートってってね、うん。で、結局、なんか外反母趾痛いってって、結局帰ったんですけど、その年シーズン中に。うん、そうオリックスでは散々なね、働きっぷりで、はい、でしばらく名前聞かんな思ったら、10年後、うんあの、逮捕。はいオリックスあの オリのの方のオリックスオオ、はい、オリリリッッックククスススに入入団団ししまた再びからオリックスの遺跡多すぎへんか。うん。オリックスバウローズから、あのー、刑務所オリックスの遺跡。なんか多すぎん元オリックス OB でやらかす人。なあ。なんかしょっちゅうやらかしてへん。代表的なとこで言うと、奥並京。奥並京はもうレジェンドなんですけど、はい。もう3回ぐらいね、もう詐欺とか売春とか、ね、いろいろやらかしてましたけど、あと、あれ、交通事故か。うん。 でそれをはじめとして車の中であのポークピッツをねぬるぬるさせていたあの堤選手とかねあ不起訴にはなりましたけど、まあ、一度コラボした園部さんとかが今頑張ってますけど清原さんとか車で事故った前川克彦あのほんまにちょっともうこれネタにできないレベルでマジでほんまにやばいことしたセラフェニーとかね そんな感じで、なんか、オリックスからオリックス多いんですよ。そこはオリックスに所属してだからどうやっていう話は全くないと思う。全く無関係とは思うけど。結局こういうの、こういう報道がされると、まず、元オリックスって多分報道されるじゃん。今回そうやん。元オリックスのベタンコートやん。だから、結局オリックスに全く関係ないんやけど、そういうイメージがついてしまう。だから今回、ベタンコートもオリックスに、まあちょっと、泥を塗ったと。はい。 勘弁してくれお前おマジあの、打線組めんちゃう。オリックスからオリックス移籍で。なかなりこれ重量打線になるよだ。結構打線組めるまでいってると思うで俺、これ。間違いない、クリーンナップはあの、ベタンコート、奥並木、清原や。うん。最強クリーンナップよ、これ。いや、まあベタンコートさ、オリックス折った時はね、ねもう打てんからベタンコート、打たんコートっつって。うん、まあ今回やったお前、あかんコートやんけ。うん。 あかんコートすんなよお前アカンコートやってお前次行くとこマイアミコートやマイアミ裁判所ね、うん、裁判所ってあのコートっていうんですよベタンコートウタンコートアカンコート、うん、最終的にマイアミコートよ、うん、お前どんだけコート移籍すんなよ今回なんか複数人でなんか詐欺したらしくて、えー、と今回虚偽の保険金請求組織的詐欺自己偽装三、えー、級重刀窃盗の罪 なんかもうなんか、三つやるかしてんねん。もう一回の犯罪で。なぁ。トリプルスリーすんなよ。バッティングの方でやれや、トリプルスリー。ベタンコードがトリプルスリーしとった2014年に優勝しとんねん。あの、そっちの方でトリプルスリーすんなよ。今回あの、騙しとった金額、えー、915万円。で、保着金が67万円。本当にこれも、なんかすごい額なんですよ。これはほんまにあかんことしてるんですよ。マジダメなことなんですよ。ただね、あの、皆さん、最近あの、一平が世間騒がしてるでしょ。 一平は24億や。で、保釈金も380万とかやったから。あの、一平がなんか、もっとどえらいことやらかしてるから、なんかかすんどるわ。うん、多分あんま大きく扱われないでしょうね。このベタンコートも知名度からして。うん、一平がなんかもうどえらいことやらかしとるから、ベタンコートがちっちゃく見えるやいや、ベタンコートも十分やばいことやってるよ。うん、一平が悪いよ、俺は。うん、一平だから早く連絡くれ、俺に。うん、あの、通訳やりたいやつ、つって。 もう俺の通訳やるしか道ないよ、一平は。保釈されたんやから。まあ、まだ連絡待ってるから。うん、えー、ということで、ベタンコート。うん。お前も、保釈されたんかうん。お前もヨーロッパ来い。うん。あの、全員俺が救ったる。社会的に。反省してんねんな、お前。やったことは悪いよ。うん、悪いけど。いや、俺も悪魔じゃないよ。救うって。ほんまにお前に反省する気持ちがあるなら。ヨーロッパ来い。なに、最近なんか野球から離れて何、金なくなってうん。 なんか先に走ってちっちゃいね。目先の金ばっかり気にして。915、まあ、五まで目先の金にしてなかなかやばいけど。もう一回さ、お前が愛した野球、そこの魅力をもう一回感じに行こうぜ。ベタンコート。野球ってなお。一応今回の仲間、まあ、一平にももちろんオファーかけてるし、まだ連絡ないけど。ド道和にも一応オファーかけとる。うん。連絡ないけど。ベタンコート、お前も来い。あの、イタリア駅も行くから。 イタリア行ったらもしかしたらあの、元同僚の前ストリとかもおるから、ちょっと前ストリとなんかちょっと話してこい。昔話みたいな。そしたらお前が思い出すことあるんちゃうかお前の野球園熱意。ベタンコート、連絡待ってるぞ。